ちは、お元気でしょうか。私は慌ただしい日々を送ってます。ちょっと今月になって動画が飛び飛びになってますけど、元気でやっていますということでね、この動画は金曜日に皆さんにお届けできる動画になるんだけども、よくコメント欄で、息子さんとの距離感、家族との距離感ってどういう風にしてますか、なんていうコメントがあったりとか、インスタライブでもそういう質問が飛んでくるので、今日は家族との距離感、息子との距離感についてちょっとお話できたらいいなっていう動画です。はい、ということで始めます。お話動画です。はい、ということでですね、今ね、夕方の6時半ぐらいですね。まあ、子供たちがちっちゃかった頃のこの時間って、本当に慌ただしかったなって振り返ると思うんだけど、その当時忙しかった時のことって、忘れちゃうんだよね。その時はめちゃめちゃ大変でも、なんかね、過ぎてみればね、忘れてしまう大変さなので、よく言うけど、今ね、まだ子供が小さいとか、お子さんたちが学生で、子育てがね、まだまだ真っ最中ですっていう方たちは、いろいろ悩みもあると思うし、自分の時間が欲しいな、お友達と遊びに行きたいなとかあると思うんだけど、今を大切にしてほしいの。そしてさ、最近よくなんか YouTube とかでも不倫のなんかダブル不倫とかね、奥さんが男の人と不倫してるっていうパターンとか、旦那さんがもちろん他の人と不倫してるパターンとかっていう、その不倫が当たり前の時代になってるの？そうそうってうなずいてる？なんかもしそうだとすると、不倫じゃなくても、例えば彼氏がいて浮気するとか、彼女がいて浮気するもそうなんだけど、それってどうなんだろうねって思うのよ。ちょっと話ずれたけど、やっぱ人と人が向き合うっていうのは、その瞬間に真剣に向き合うっていうことで、好きだから一緒にいるわけでしょ。他の人に興味があるから平気でエッチな関係を作ってしまうとかっていうのって、都合が良すぎると思うんだよね。人生ってさ、そんなに都合のいいことってありますか？フリーで恋愛を楽しんでるっていうパターンはまだいいと思うんだけど、一応ね、パートナーがいるのに平気でそういうことができるっていうのは、やっぱりね、人の気持ちを裏切ってることになるんじゃないのっていうふうに思うんですよ。私は大嫌い、そういうことが。なので、そういうことをしながら子育てしてるママがもしいるとするならば、ちょっと考え直してほしいなと思うの。何が不満で、旦那さんに何が足りてないか、何が今自分自身に欲しいか、そんなことをね、ちょっともしたまたまこの動画を見たらきっかけに考えてみてほしいな。生活のためだけにとりあえず家族でいるとかっていう、もし人がいるとするならば、その先の自分の人生についてきちっと向き合ってほしい。なぜならこの年代になっても人生は続くし、自分のやりたいことで、やりたいことをやってほしいし、そうやって輝いてほしいなっていうふうに思うの。子育ての話からちょっと外れましたけど、子育てもそうだと思っていて、私ね、小さい頃はね、本当にやんちゃで、両親のレールの上に全然乗っからずに横道ばっかりすれてきたおてんばガールだったんだけど、でもそんなおてんばガールがね、家庭のことを大切にしたいとかね、お掃除が好きだとか、料理がすごい好きだとか、そんな風になるとは思っていなかったんだけど、今振り返ってみると、私のちっちゃかった時の環境とかが料理に興味を持たせてくれたなとか、私は商店街のど真ん中でパン屋さんで生まれて育ったのね。だから両親は、私はそのパン屋さんの上がお家で、その下でベーカリーショップ喫茶店をやってたわけなんだけど、慌ただしいじゃない、両親が。だから学校から帰ってくるとお店のお手伝いをしたり、裏のそのパン工場があるんだけど、パン工場がもう夕方になるとスーッと静かな空間になるから、そこでね、お店の裏で宿題をやったり、ご飯を一緒にそこで食べたりなんていうことをしてて、お店のお手伝いもよくしてたんだけど、中学生ぐらいになったら、あまりママに負担かけたくないなーなんて
思ってね、自分でお弁当を作るようになったり、夕飯を姉と一緒に作るようになったりっていうことが割と早めに始まったし、それが負担だと思わなかったし、好きだったのね、割とね。で、自分の身の回りのこと、お部屋をきれいに飾ったりっていうこともすごい好きだったし、なので環境って人を育てるんじゃないかなってすごく思ってて、早めに自立したのもやっぱりそういう家の環境が決してお金持ちではなかったし、なんか自分で自分のことをしっかりとやるみたいなことって早くからね、そういうふうになんか考えさせられる環境があったからの今なのかもしれないな、っていうか今なんだなっていうふうに思ってるの。私はちっちゃい時に親に引かれたレールがことごとく嫌で、そのレールを外して今があるわけなのね。だから私も自分の子育てにはその頭ごなしにこうだ、一応親だから、小学校中学校ぐらいまでは自分が思い描く理想のレールに乗っけるために必死で頑張ってきたんだけど、だいたい子供って高校生ぐらいになるとすごいしっかりと自分の行き先を考えるようになるだよね、多分。で、その時にお兄ちゃんの方とは高校になる時に相談があるって相談されて、その時お兄ちゃんはインターナショナルスクールに行ってたわけなんだけど、すごく日本画が好きで、漢字がすごい好きで、物を描きたいって言い出したの。で、私は、物描きって、そういえば中学校の作文の時に、今考えると、なんて言うんだろう、思いもつかないような、ちょっとかっこいい出だし、歌の歌詞みたいな作文を書いた時があって、その時に、こんな一面があるのねっていうのを思い出したの。あ、もしかしたらちっちゃい頃からすごく本が好きとかゲームが好きとか、ゲームもストーリー性があるものがすごい好きだったりとか、おそらくそこで学んだものっていうのがお兄ちゃんの中にはたくさんあったんじゃないかなって今となっては思うのね。で、その高校入る時にもうインターでこれから英語の教育の中で、自分がこれからその例えば海外の大学に行ったりとか、そういうことも考えづらいと。で、日本語で物を書く人になりたいっていうビジョンが高校生ぐらいの時にはっきりしてきて、だったら頑張ればいいじゃないっていうことで、そっちの道に進む、そのインターをやめて、まあ、日本のそういった学校に行った。で、弟の方も高校生ぐらいになった時に、まっ全くもって私に一つも逆らわずに、自分が思うことと私がこうだよねって思うことがあってて、ずっとこうすんなり来たんだけど、やっぱり高校生くらいになった時に、普通に大学に行ってね、アメリカの商社とかに入ってサラリーマンになってすごい素敵な人生を送ってほしいななんて言ったら、全くもって考えてないって言われたので、なんでって言ったら、いや、両親を見ててサラリーマンっていう絵面が浮かんでこないと、やっぱりなんとなくクリエイティブなことがしたいとは思ってるよって、でも将来どうしていくかはまだ今は考えられないけどって言われた時に、マジで、だってさ、何のためにじゃあインター行って難しいお勉強して、しかも下の子は3歳からインターで日本語より英語が得意、英語脳で書くもの見るもの全部英語、日本語も喋るんだけどね。だから私はその学校もすごい、あの勉強的にも難しいお勉強する学校にも入ってたわけだし、夏休みずっと高校生までね、夏休みの2ヶ月はハワイかロスでサマースクール行くんだっていうことをずっと続けてきたし、そのために頑張ってきたし、なぜならやっぱり日本教育で私すごい焦ってたのは、あのインターって夏休みがすごい長いからね、だからその間に英語忘れちゃうんじゃないかっていうすごい不安な気持ちもね、家では日本語喋ってるしあって、夏休みはアメリカで過ごさせてあげたいなっていうので一生懸命仕事をしてきたっていうのもあるし、そのために時間を作ってきたっていうのもあるの。ある時中学生ぐらいになってた時に、仕事が私も忙しかった時に、スタッフにそのずっとね、小学校の時から夏休み2ヶ月ロスとかハワイで過ごしてるんだって言った時に、それじゃあ下の人ついてきませんよねって言われたことあったんだけど、いや、私は家族が1番で仕事は2番
だから子供たちが成長して二十歳になるまでは子供たち中心の生活を送るんだっていうふうに決めて、学校が終わった時間には帰りたいと。帰れなかったらうちの母親に、しかも私はちゃんとお金を払って家のことをやってもらったり、お仕事の経理でお手伝いしてもらったりということでフォローしてもらってたっていうのがあるのね。だから子供が生まれた時に、前も話したかもしれないけど、ミキを妊娠した時にすごく大きな仕事が決まっていて、でもそれを乗り越えようと思ったんだけど、切迫流産の恐れがあるというふうに言われて、で私はその仕事を降りてミキを産むことを選んで今のミキがいるっていうことになったんだけど、その時に仕事と子育て2つを同じようにはできないなって。だから私は結婚して子供を産んだんだから、それを望んだんだから、子供たちがとにかく成人するまでは私は子供たちの子育てを優先してその生活をしようって、もうその時に決めたんだよね。だからすごく子育てに集中できたし、それが私の全てだったし、そこで絆がすごく生まれたっていうのがあると思うの。よくね、お仕事大変だったから子育てあんまりできなかったんじゃないですかとかっていう風に言ってくる人いるんだけど、いや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 、私忙しそうに見えても子育て優先で、朝子供たちが学校行って夕方帰ってくるまでに仕事を済まして、土日はずっと休んで夏休みもずっと休むっていう生活をずっと続けてきて、でもね、その村上理香子とかね、理香子になる前、理香子が仕事がなくなってもしかしたら仕事できなくなるんじゃないかとかっていう不安な気持ちはなくて、それは自信があるとかそういうことじゃなくて、だってこんな大切な宝物を、命を預かってる、子育てしてる、仕事っていうよりもとにかくこの子たちに300倍400倍の愛情を注がなかったらダメでしょうっていう気持ちの方がすごい強かったからできたんだと思うの。2001年にこの家を建てたんだけど、建てた時からこの家のローンは半分半分、前の旦那さんが半分払って、私が半分払って、で離婚する時に前の旦那さんがこの家の権利を理香子にと、でもローンは半分半分ということで、別れてからも彼はここの家のローンを半分払って、私も半分払って、私は50歳の時にこの家のローンを払い終わったんですけども、だから半分は私が自力で払ってきて大変でしたけども、できたよね。仕事をセーブしながらでも一生懸命仕事して子育てに集中して愛情注いで体当たりでぶつかってきてっていう風にしたらできたんですよね。だからやってできないことはないっていう風に思ってて、でもなんか2つのことを同時に一生懸命やるっていうのは、仕事も一生懸命やるけど、でもどっちって言われたら私は子供って言える、その優先順位っていうのをいつもこうしっかりと描きながら子育てしてきたっていうのがありますね。ちょっと話が長くなったんだけど、その子供との距離感っていうのは、特に成人してからの距離感っていうのが、お兄ちゃんの方は2回ぐらい家を出たりして今戻ってきましたけど、下はつい先日近くにアパートを借りて行ったり来たりしたりとかですね、あとは下の方は年間のうちの半年ぐらいは海外の撮影でいなかったりとかしてるんで、そういう意味ではいい距離感を保ててると思うんですけど、まず家族の中で絶対決めてること、ちっちゃい時から、それはお互いの家族の誕生日は必ず祝う、クリスマスも一緒に過ごす、お正月も一緒に過ごす、あとね、うちの母が1月1日生まれなんですよ。だからお墓参り、必ず亡くなってからは1日はお墓参りに行ってみんなでご飯食べようねっていうことになったんですけど、そういうね、なんかね、大切な家族の決まりを絶対に壊したくないっていうのは子供たちにずっと言ってきて、それは自然に集まる。あとは甥っ子ともすごい仲がいいんですよね、仲いいですねってみんなに言われるんだけど、そういうのをちっちゃい時からやっぱり一緒に過ごしてて分かってるから、自然に、あ、誰々の誕生日どうするの、どうするこうするっていう連絡が
自然にみんな聞いてきてくれて、もうすぐ誕生日だよねとか、ミキの誕生日だよねとか、レンの誕生日だよねとか、みんながその気にし合ってる。あとは、子供たちが、なんていうかな、お母さんに対してこっぱずかしい距離感であっても、甥っ子たちはそれをよくわかっていて、いつも私に寄り添ってくれている。子供たちより近いというか、いい相談相手、お互いにね。だから、腹を割って話し合える、なんか不思議な関係なんですよね。でもね、きっとそれはね、ギブアンドテイクというか、小さい時から甥っ子たちはね、特に上の方は初めての子供、お姉ちゃんが産んだね、もう可愛くて可愛くて、甥っ子ってなんでこんなに可愛いんだろうっていうから、本当に可愛くて大切にしたし、時間があれば面倒も見たし、たくさんのお買い物もしたし、多分甥っ子たちもちっちゃい時からいろんなことをしてもらったなとか、遊んでもらったよね、楽しい経験いっぱいさせてもらったよねとかっていうのが多分ね、残ってるんでしょうね。だから未だにその関係は変わらず、どこどこ旅行行くよとかね、何々買いに行くよとかね、そういうのってもう小さかった時そのままね、大きくなってるみたいな感じなんじゃないかなっていうか、ずっと変わらないよね、きっとね。なので私はよく言うんだけど、4人の男の子を育ててる感じでいます。甥っ子2人男の子、うちの息子2人男の子。なんで、なんか兄弟を4人育ててるような感じで、何かあった時には助けたいと思ってるし、おそらく彼らも助けようと思ってくれてるんじゃないでしょうかね。ギブギブギブばっかりだと、こっちもやってやってやってばっかりで、相手もやってやってやってだけじゃなくて、常にギブアンドテイクがなんかうまく流れてる、うまくいってるコツかもしれません。だからこうしてくれたからこういうふうに返したいとか、そんなのがきっとあるんじゃないかな。あとはさっきも言ったけど、一人のやっぱり人間としてその子のやりたいことを尊重して、お互い理解し合いながら生活するっていうことかな。なので押し付けない、一緒にいたい、一緒にどっか行きたい、こうしたいって思ってても、こうこうこうねじゃなくて、なんとなくお伺いを立てるみたいな感じにして、どうするみたいな、行く、で行かないって言ったら、分かった、じゃあ行けるとき行こうねみたいな、ご飯を食べに行くときとか、そんな感じでいますね。最近はあんまり当てにせず、自分のやりたいことを優先して、友達と楽しい時間をたくさん過ごして、あとはね、子供たちが相談に乗ってきてくれた時にどれぐらい親身に答えられるか。うちの子たちは何かあると必ず相談してくれるんで、その時に忙しくても向き合う。それでどうした？うん、そうなんだね。じゃあこうしよう。っていう風に、ちゃんと目と目を見て、どうした？っていう受け入れる気持ち。で、普段からどうしたどうしたどうしたじゃなくて、絶対言ってくるんですよね、うちの場合は。その時に私が、ん？真剣に受け入れる、解決する、ヒントを与えるっていう立場ですね。というか立場でありたいなって思ってます。そのために自分も老けない。常に新しい環境の中でいろんなことを取り入れて、時代に取り残されないように時代のことも教えてもらいながら日々過ごしている感じですね。時代のことは自然に息子たちが教えてくれるっていうか、かっこ悪いことするとちょっと流れって今そうじゃないからねとかズバッと言われるし、そのためにもズバッて振られた時に、あ、でもこうだよねみたいなことを返せるようにアンテナを張りながら生活をするっていうことはすごい大事なことなんじゃないでしょうか。これからもなんかいろいろキャッチしながら、子供たちに聞かれた時にいい答えが返せるように、時代にもある程度流されないように流されるっていうかね、時代のことも理解しながらどんどんキャッチアップしていくっていうことが大切なんじゃないかなって思います。ちょっと長くなりましたけど、今日はそんなお話をしながら、大事な息子たちとの距離感、これからも大事にしていきたい、私にはかけがえのない2人の息子、それからね、シングルでよく恋愛しないんですかって聞かれるんだけど、今はすごく自分のことを大切にしたくて、何かあった時に息子たちのことも優先させたいし、
仕事ももうちょっと楽しみたいしって思うと、そこにねパートナーとかっていう感じになっちゃうと時間の配分が難しいなっていうか体力が今ないなとか思うと、ちょっとねそこはお休みしたいなっていうふうに思ってるんです。全くもって諦めてるとかそういうことなんじゃなくて、よくさ、リカコさんだったら相手すぐ見つかると思いますとかって言う人いるんだけど、いやそういうことじゃなくて、自分が今はそういう感じじゃないから私いいのよねって思ってるの。言わないけどね。だけど本気でもしそういう風にしたかったら本気で見つけるから、その時はまた言いますね。でも今は私はこの自由感がすごく気に入ってるし、自分を大切にしたいの。セルフラブ、こんなに自分を大切にしようと思ったことってあまりなくて、子供たちが育って今時間ができてすごく楽しい。だからいろんなことができてるし、ワークショップもたくさんできてるし、こういうね今日に迫ったこういうイベントにも熱を入れられるし、支持してくださってる皆さんと楽しい時間をたくさん過ごしたいなっていうふうに思っています。で最後に、今日明日と北青山ワールドさん本社で私がオーガナイズした40社ぐらいのブランドが集まる楽しいファーマーズマーケット的なスキンプロダクト、インナーケア、雑貨、ワンちゃんの譲渡会、キッチンカーが出たり、ヴィンテージショップが出たり、とても楽しいイベントが金土とあります。それから8月3日には、高坂みゆきさんを招いて、スタジオから料理のオンラインズームワークショップ。オンラインズームワークショップは、お家にいてクリックしたら私たちが出てきて料理のレッスンをするという仕組み なのね。でオンタイムで参加できなくても2週間アーカイブが残るから何回でも見れます。で22日にはそのみゆきさんと YouTube 生配信で、同じ料理は作らないんだけど夏野菜を使った簡単なお料理の紹介をしようと思ってます。オンラインズームワークショップでは夏野菜を冷凍してそれをうまくアレンジしたレシピをたくさん考えているので、料理が苦手の人でもあこうすればいいんだっていうヒントがたくさん詰まってると思うので、ぜひお家から参加できるので参加してください。それから8月の私の世田谷のスタジオのワークショップは4回あって、お料理、私初めて料理のワークショップ、常々 YouTube で人気なんですけど、それをちょっとやってみようかなと。一つは明太子コロッケ、再生数がすごく上がった明太子コロッケもメニューに入れて、あとは簡単なスーパーフードのサラダとかオーガニックの食材使ったり、私が普段気をつけてる食についてのお話をしながら美味しいランチを食べてもらおうと思って、限定10名で4回ワークショップやるので、日にちが合う人はぜひ申し込んでください。それらの情報はこの概要欄に貼り付けておくので、ぜひ興味がある人は早めに申し込んでくださいね。もう明日になっちゃうね、これ今日金曜日の夜だから、明日のもしイベントに参加する人はもうね予約ができない状況なので、直接来ていただければ名前とメールアドレスを書いて入れるので、入場料はもちろん無料なので、ぜひ遊びに来てください。ということで今日の動画終わりたいと思います。長く話したから疲れちゃったよところでこれね、ユニクロで買ったんだよね。ちょっと羽織るのにすごくいい感じの羽織物をアグリちゃんが買いました。このタンクトップもユニクロなんだけど、あの下は朝のパンツ履いてますけど、ちょっとね肩が冷える時とかすごい優れものなので、皆さんもうあと2、3色色があったと思うのでチェックしてみてください。すごい気に入って昨日買ってきました。ということでまた近々ユニクロ購入品もネットにで、やりたいなと思っていますが、夏もあっという間に走行してるうちに終わりますから、はい、夏バテしないようにこのイベントが終わったらね、少し休憩もしながらまた動画も楽しんでいきたいと思いますよって、みんな元気にしててねって、俺も元気だよって、もう14歳だけど一昨日涼しい日は駒沢公園2キロ歩けたもんね、すごかったよね、偉かったよね、まだまだ元気ながらね。
みんなずっと元気でいてくださいね。はい、ということで、グリコさんおいで。グリコさんもいらっしゃいって。グリコさんも挨拶しよう。グリコじゃない、グリオなんだ、グリオ。二人とも。ノアくんとグリちゃんです。はい、グリちゃんも。グリちゃんもいい子だもんね。2キロ歩けたよね、グリちゃん。ね。グリちゃん歩けたね。そうだね。グリちゃんまだまだ。グリちゃん11歳だから、まだ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 元気なんだよ。わかった？まだ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 元気です。元気でしゅ。グリちゃんまだまだ元気でしゅ。まだ元気でいてね。はい、ということで、私たちは、元気にやってるので、皆さんまたすぐ会いましょう。じゃあね。ほら、はい、バイバイ。バイバイして。バイバイキーンって。バイ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 。じゃあねー。またねー。